つぼいのつぼです。はい、さあこちらの方のお便りですが、日中首脳 Y 亀吉さんという方からいただいておりますけどね、はい、すごいところに位置している方、日中首脳 Y 亀吉さん、インドネシアで5ヶ月ぶりに日中首脳会談が行われました。今回は終始穏やかな雰囲気での会談になったようです、はい、前回は習近平国家主席は握手をしても目が、あさっての方向を向いていましたが、今回は安倍総理を見つめての握手だったようですと。私の見たニュースではどうぞお座りくださいみたいな、こうちょっとこんな指示をしたりとかね、はい、うん、あったみたい。安倍総理としては訪米を前に中国との関係改善に取り組む姿勢を示す狙いがありの、中国側は歴史認識問題で釘を刺したと、うん、国内にアピールする思惑がありのようですが、どちらにしろ仲が悪いよりも仲が良い方がいいです。国のトップが会談することは一歩前に進んだことになりますから、今回の会談は評価できると思います。広東家庭料理、マンコーローのマンゴープリンは美味しいさんからいただいたのあるだろうね、そういう名前のところもね、うん、日中首脳会談がありました。習さんがにこやかに安倍ちゃんを迎えるニュースを見ました。これで少しは両国が仲良くなれるんでしょうか。細かいことは事前に官僚同士で話し合ってるんでしょう。歴史認識や領土問題がどう進展するんでしょうか。おっぱい枕さんからもいただいております。インドネシアであっても、また中身がどうであろうとも、安倍首相が習近平国家主席との会談ができたことに少しは安堵しておりますが、日中両国が戦略的、互恵関係を推進していくならばなんてことは安倍さん一人勝手んじゃないですか。うん、習近平国家主席とすればやはり70年談話に気を張り詰めていると思いますよ、ということですね。ナイスのパパさんからもいただいております。当初の予定通りにこれという議題もなく相手の出方を伺うといった様相の会談になったようです。日本側からはアジアインフラ銀行への参加については検討すると述べたそうです。中国側はやはり戦後70年談話について注文をつけてきました。あまり目立った成果があった会談ではなかったようですが、しかし会談自体は前回の会談と比べ終始穏やかな雰囲気だったそうです。ここは皆さん共通のところですね。習近平主席も国内の粛清で地盤を固められたので対日強硬路線を改めてきたのかもわかりません。この雰囲気を維持しつつ日中間の問題を解決していってほしいです。中国とはいろんな感情もあるでしょうが、ある一定の距離をとって是々非々の関係を作ってほしいと思いますね。え、中国という国はもう何千年も前からあそこにドーンとあったわけですもんね、はい、はい、暴れん坊肛門さんからもいただいておりますけれども、双方の思惑が見え隠れしており、うん、まあ私にはラクダとタヌキの馬鹿し合いのようにしか思えませんけれどもね、はい、うん、歴史認識について牽制し合ってますが、どちらも政府の都合に合わせて歴史教育をしており、お互い様という感じです。じっくり本音をぶつけ合う機会を作るべきだと思います。歴史は難しいですもんね、うん、歴史というのはその国の権力者が作るもんですから、どこの国でも、はい、はい、ほらもうその国の都合できますから、ほら合いませんわね、なかなか、はい、まあでもそれが外交なのでね、うん、もう大前提でしょ。その国の理論とかその国の歴史とかその国の思惑が違うからぶつけ合って、はい、そこで何かしら、まあ、妥協であったりとか、うん、協議であったりってことをするのが外交です。みんな一緒だったら外交する必要ないですもんね。ないですもんね、うん、だからどういうこう、まあ、ある意味馬鹿し合いですわね。そこをどうやっぱり日本人としては日本の、うん、有利なところに持ってくるかっていうことだと思うんですけど、歴史で最近もまた言われてたんで、うん、と思ったのは、まあ、今中国の話ですが、はい、韓国の方でもなんか今の日本府はなかったいうのはもう韓国のもう統一した考えみたいですね、うん、ないのかなと。皇太王妃とかなんかのあの日にいろいろ書いてあったっていうのがあって、で、ね、あれも改ざん説が、いやいや、あれ改ざんしてないですよとかね、うん、もうああいうことなんかも僕ら習ったことなんかも違いますよというようなことがあるもんですから、
なかなかこれ日韓の問題、日中の問題の歴史を絡めたりするとまあややこしいこっちゃなというふうに思いますね。三度の飯よりラジオ好きさんからも、まあ、若干噛み合ってない感じもありましたけれども、とりあえず前進といったところでしょうかね。しかし気になったのは昨日の会談映像を見る限りは、本来は対等外交のはずが、日本安倍総理より中国習主席が上からの対応をしていると見えたのは私だけでしょうか。ただ常にポーカーフェイスの習主席の本心が読めないのでそう映るだけか、中国との外交の難しさの表れという気がしてなりませんという、うん、こういったところも敏感な、ね、一般の人もこう気になるわけですから、はい、それをこう、携わっているスタッフなんかもどっちの席に座るか、どういう順番に入ってきてもらうかとか。結婚式の席順どこの騒ぎじゃないですね。あれも苦労したね。このテーブルにこの人とこの人はまずいんとちゃうかとか。この人が神座なんで、この人神座ではあかんやろ、これ。うちの一族だけでもそんだけあるんだから。日本の外交とかになってくると。ねえ。もう大変なことでしょうね。そういう礼節の国の中国ですからね、また。はい、その辺のところは難しいところでございます。